ね評価の内容なんですけども、懐中電灯で任意の方向、まあどこでもいいですね、方向関係なく1秒間照らすと、ハンターはなんと沈黙状態という新たなスキルになり、スキルが使えなくなるようになります。なので、今まで泥棒のライトとかをね、体をスキルを使って、まあ、向けてね無効化とかできたんですが、それがなんとできなくなるということで、非常にこれはねかなり、期待されますよ。ちょっとうわー、マジでランクマにこの泥棒がいるというこの状況がすごいな。いや、これはだいぶ革命よ。泥棒界に革命ようやく来たかって感じだから、ようやくこの革命的な調整来たかって感じだから、よし、とりあえずは、まあ、この試合は終われなさそうなんで、ちょっとなれよ、一回泥棒になれよやべえ、マジでこの絵がやばいわ、この絵がね。いや、マジでこれカスタムマッチじゃねえって思っちゃうんだけど、錯覚で。うわー、いい袋、素晴らしい袋。そして泥棒の良さ、ここ解読速度早いですよ。いやー、いいよ、解読早いよ、素晴らしい素晴らしい。いや、マジで革命だよな、泥棒が。おおおおって、それね、なるほど、手伝ってあげる。やばい、今相手スキル使えない、やばい、強い。あ、でも意外とすぐだったな。え、でも強くね今いや強くない、今ちょっと邪魔しただけで相手スキル使えなくなってたぞ今。おお、来たけど、おお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 、待って、これ待って、激アツ。え、激アツスポットすぎるこれ。え、これ泥棒最強じゃんこの。え、待って、熱い。え、僕割れたい。来た、泥棒最強マップ来たんだけど、しかも泥棒最強マップに加えて今回の強化が入ったことにより、来たー、これは皆様来ました。ちょっとパスターでもいけるか、ぐるぐるチェイス来ましたよこれ。え、頼む。お、うわ、きつい、泥棒の服すげー、ボロボロ。あー、とりあえずパスターだー、くそ、相性最悪かこれ、やーだー。まあ、とりあえずここで距離チェイスでしょ、とりあえず距離チェから入って、大切なことはまずメリーゴーランドに行きます。とりあえずこれで OK。 待って、スキル使わずに、スキル封印 OK。 これで使えない、スキル使えない OKOKOK 激アツ。さあ、スキル使えないよ。スキル使えない。さあ、もうあとは普通にスキル使えないから、オッケー。はい、スタン、うわー、強すぎる。待て、おい、強いぞ泥棒。おい、いいぞ。お前マジで輝いてるからな、本当に。お前いいぞ、お前最高だよ、お前泥棒いいぞ。スキル使えない。ちょっと待って、ちょっとまずいです。興奮が止まらない。よいしょ、まあ、こっからさよなら、これさよならバイバイして、はい、もう 90% マイちゃん 90%。 あ、これさ、いや、これ違う方がよかったか。まあ、いいか。うわー、かっ、うおー、やばい。ちょっと初期キャラ大活躍、初期キャラの活躍がたまらん、止まりません。とりあえずこれは余計の姿勢に入る。そしてスキル使えなくなる。おい、そこは相性悪い。でも3体分チェイスしました、泥棒まさかこんなに時代が来るとは、泥棒がチェイスする時代が来るとは、やばい、もう最高すぎる。え、待って、幸せなんだけど、本当にこれ泥棒遊園地最強ですよこれ。今回はちょっとね、ハッサンの触手があったから、ぐるぐるあんまできなかったんですよ。そう、ぐるぐるできなかったんだけど、これハスターじゃなかったのも多分ね、ぐるぐるできてただろうし。あ、いいよ、初期キャラ大活躍だよこれ。うますぎる、さすがに。いや、うめえよ。いや、ちょっと待って、いやー、さすがにちょっと足りない。いけるかこれ、どうだ、いや、いけるかな、ちょっと通電
いや、いけるか、どうだ 54%、 悪くない。うわー、 64% でしょ。うわー、どうだこれ、上がってほしいんだよな、解読。ステッキを置きに来てくれた、なるほど、ステッキを置きに来てくれた。あれ、ステッキない、別にない。あ、ステッキそっちが持ってるんだね。オッケーオッケー、電車、熱すぎる。やばい、フラホないのが逆に役に立ってる。いいぞ。いやー、どうしようこれ。いやー、ちょっとこれどうしよう。僕に残されたのはたった一つのフライホイール。このフライホイールでどう席を起こそうか。うわー、きつ。避けて。避けた。待って、奇跡起きた。やばい、ってね、やばい、奇跡起きちゃった。うますぎる。いける。危ねえ。待ってね、とりあえず、うわ、瞬間移動。どうする。別の階で来ますか。別の階で来ますか。いける、勝てる。我々が勝利目前という事実には、変わりはございません。瞬間移動が溜まるクールタイムは100秒。それまでには、回路が上がる。さあ、回せ。100秒ならいける。やばい、よくあそこマジで生き延びたわ、ほんとに。すごくね、味方2人とも危機一発なしよ。逆に刺さったよね、その危機一発がないというのがね。いいねー、勝てるよー、いいよ、泥棒いいよ。マジで勝ちたいよ。泥棒、マジでね、シーズン1ぶりだから。シーズン1の時は、泥棒2人とか流行ってたけどさ、それぶりだからランクまで使うの。泥棒使っても何も言われない時代がついに来たか。ちょっと一緒に解読しよう。ライトくれんのかい？ライトあるの、そこに。え、何やんけ。自分専用だったわ。自分専用やんけ。いいよ。回して。回して。おっけ、やばい。いける。寸止め。はい、寸止め完了。はい、うまい、いい、けど。さあ、勝てる。泥棒で勝てる。ファーストチェイスして、勝つ。いけるぞ。ちょっとじわる、この絵。あ、来た、へえ、あら、両方系と対比、えぐ、やってることすご。ちょっと僕の、どっち、あっち終点ということは、こっちに行けば勝ち。とりあえず宝箱一回開けようか。いや、宝箱一個も開いてねえんだけど、宝箱。まあ、幸運寺と相性いいから。あー、それちょうだい、僕に。ちょうだい、それ。わお、箱盛りいつの間にいるの。やだ、勝った、泥棒で勝ったぞ。最強だ。遊園地の泥棒は、誰が何と言おうと、最強だ。いやー、強いよ、これ。やった。ハスター1位に勝ったよ、シュンさんに。やったー、大活躍。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。